アルジーラは、スペイン・バレンシア州バレンシア県のムニシピ。スペイン語ではアルシーラだが、バレンシア語表記が公式名である。リベラアルタ軍の成長所在地である。アルジーラの中心広場と通り、バレンシア州バレンシア県の南部、フカル川の南岸に位置する。面積は110.4平方キロメートルであり、標高は14メートルから20メートルである。 バレンシア州の州とかつ、バレンシア県の県都であるバレンシアからの距離は約 40km である。自治体域は完全に2分されており、東側に中心集落がある。バレンシアとアリカンテ県の県とアリカンテから鉄道路線が伸びている。バレンシアに向かう路線はセルカニアス・バレンシアに組み込まれており、セルカニアスの二号線はバレンシア1からアルジラやシャティバを経由して、 モヘンテ、モイシェントに至っている。道路では、バレンシアから A-7 号線、または AP-7 号線でアクセスすることができる。アルジーラの気候は、典型的な地中海性気候であり、夏季も冬季も極度な気温にはならない。年光水量は少なく、季節によって不規則である。一般的には乾燥する時期の後に豪雨に見舞われる。城壁の外側は、 ヤシオレンジクワの木々や水田に囲まれている。イスラーム時代の城壁古代ローマ時代のサエタビクーラ、またはローマ以前のスクロは、しばしばアルジーラであるとされる。19世紀の歴史学者であるビセンテボッシュは、町が大スキピオによって奪われた、紀元前206年のスクロの反乱は、今日のアルジーラの町から数キロメートル東のフカル川、川口で起こったと書いている。 この町はイスラーム教徒によってジャシロットシクアという名称で建設された。深ル川の土地という意味を持つ。イスラーム時代には500人以上にわたって公益拠点として繁栄した。この町には地方行政組織があり、著作家、哲学者、放送にとっての文化的拠点とみなされていた。1242年12月30日には、 キリスト教徒のアラゴン王ハイメ一世がこの町を征服した。フカル川に近接していることから、たびたび洪水の被害にあっており、特に1472年、1590年、1864年、1916年、1982年、1987年には大きな被害を受けた。20世紀半ばまで、アルジーラの経済の原動力は農業だった。 最も重要な農作物はオレンジであり、地元の農業共同組合によって管理されている。20世紀には農業を基盤とする経済から商業インフラと関連サービスを備えた多様な産業を持つ都市に転換した。現在では出版業、製造業、繊維業、菓子製造業などの企業がアルジーラに本社を置いている。今日のアルジーラは周囲の 約30万人の人口に影響を与える商業都市である。1999年には PFI 方式によってリベラ病院が設立された。ムルタ修道院。ありがとうございます。